マンンモハンシン、マンモハンシン、英語、マンモハンシン、ヒンディー語、パンジャーブ語、1932年9月26日台は、インドの政治家、経済学者、第17代首相。1932年、パンジャーブ地方の西部、原パキスタン領に位置する、ガー村で、宿教徒の子として生まれる。インドとパキスタンが、分離独立をすると、家族と共に、 インドのアムリトサルに移住した。シンは貧しい環境で育ったため、貧困克服の手段を学ぶことで故郷への貢献を果たそうと経済学者を志す。そしてチャンディーガルのパンジャーブ大学で経済学を学び、1952年に学士、1954年に修士の学位をそれぞれ取得する。 1955年には、イギリスのケンブリッジ大学セント・ジョーンズ・カレッジに留学。ここで彼は優秀な成績を収めた学生に贈られる、アダム・スミス賞とライト賞を授与されている。また、通常は受験するのに3年間の過程が必要な最終試験も、入学2年未満で受験して、同大学学位を取得した。さらに、オックスフォード大学、ナフィールド・カレッジでも学び、 1962年に博士課程を修了して PhD を取得する。インドに帰国してからは経済学者として活動し、パンジャーブ大学とデリー大学で経済学の教弁を取る。同時に国際連合貿易開発会議、アンクタットに勤務していた機関もある。その後中央政府の官僚となり、インド外国貿易省とインドオークラ省で それぞれ経済顧問として働き、さらに1976年から1980年までの期間にインド大ラ省の事務次官を務めた。それからも1982年から1985年まで、インド準備銀行、中央銀行総裁、1985年から1987年まで、経済計画委員会副委員長。 1990年から1991年まで首相経済諮問委員会委員長を務めるなど要職を歴任した。1991年6月国民会議派の奈良新派ラーオ政権で大倉大臣に就任した。当時インドは経済危機に直面していたが、新は首相のラーオと共に経済危機克服に乗り出し、 今までインド政府が言ってきた社会主義的な計画経済の代わりに市場主義経済を導入した。そして多岐にわたる経済改革を推進し、産業ライセンス制度の撤廃や体内直接投資の規制緩和、国営企業の民営化などを行った。結果としてインド経済は危機を克服し、実質経済成長率も1991年には2.1%だった。 ものが1996年には7.6%にまで伸びた。この功績などにより、1997年に第2回日経アジア賞を受賞している。また、1991年から上院議員も務め、1995年、2001年、2007年にそれぞれ再選している。インド人民党が政権の座にあり、国民会議派が野党だった期間には、 1998年から2004年まで上院の野党院内総務を務めている。2004年のインド総選挙で国民会議派がインド人民党を破って第一党となると国民会議総裁であるソニア・ガンディがそのまま首相に就任するかと思われたがイタリア生まれのソニアは自身が首相となるのを誇示し代わりにシンを首相に指名した。この裁定によりシンは インド独立以来ヒンドゥー教都以外では初めてとなる首相に就任する。精廉で質素な生活を送り人格者として知られるシーンは好意的に受け止められ、公私自立でスタートを切った。2008年、核外協力をしていたインド共産党中心の左翼戦線がアメリカ合衆国との米印原子力協力、口実に反発して政権を離脱した上に、 連邦議会会員で、真の信任投票が行われる事態になる。しかし7月22日に行われた投票で、過半数の信任を得たため、引き続き首相を務めた。2009年のインド総選挙において、国民会議派中心の政党連合である、統一進歩同盟が勝利したため、真は、同選挙後も、首相を続投することになり、第二次政権をスタートさせた。 会員の任期満了後に選挙を経て続投する首相は、初代のジャワハルラールネルー以来二人目となる。2014年1月、シンは首相続投を否定し、今期限りでの退任を表明。同年5月のインド総選挙直後に退任した。総選挙では、野党のインド人民党が対象し、国民会議派はゲや。これに伴い、シンの公認の首相には、 インド人民党のナレンドラモディが就任した。新政権では、インドの経済成長が継続しており、2005年、2006年、2007年の実質経済成長率はいずれも9%台の高い水準に達している。基本的には、ラオ政権の時に自らが大蔵大臣として進めた、経済改革路線を継続し、経済の自由化を推進している。ただし、 第一次政権においては、連立政権のパートナーだった、左派勢力からの反対より改革はあまり、進展しなかった。その一方で貧困対策にも力を注ぎ、地方の日雇い労働者に対する賃金保障や、農民に対する債務免除などの政策を実行した。国境などをめぐって対立が続く、中華人民共和国やパキスタンとは、前首相であるアタルビハーリー・バージペイの、 対話路線を継続している。中国とはバージ・ペイイが示した戦略的パートナー関係の構築を目指し、首脳同士の交流も盛んに行っている。2005年にはパキスタンと共に中国が主導する上海協力機構にオブザーバー加盟。同年に国務院総理の恩家法。2007年には国家主席の古近闘がそれぞれインドを訪問し、 2008年には逆にシンが中国を訪問している。また、パキスタンとは2004年2月から開始された複合的対話を継続し、関係正常化を目指している。しかし2008年にムンバイ同時多発テロが発生した後、シンはパキスタンがテロに関与していると不信感を示し、パキスタンによるテロ対策が関係改善の条件だと発言するなど、 関係正常化には至っていない。アメリカ合衆国とは関係強化を図っており、2007年7月に米印原子力協力を打結している。2005年7月に訪米した際に、アメリカ合衆国大統領、当時のジョージ・ W ・ブッシュとの共同声明で、小取決めを発表し、翌2006年にブッシュが法院した時に合意した。この取り決めは2008年8月に、 国際原子力機関 IAEA、e、理事会によって承認されたが、前述のように承認に至るまで真は連立与党内の反発を受けることになった。日本との関係強化を目指しており、2006年12月中旬の来日の際に衆議院で演説を行い、今回の訪日がパートナーシップ構想を具体化するためであると言明した。また、この演説では戦後、 パールハンジの下した信念に基づく判断は今日に至っても日本で記憶されていますとも語り、8世紀に来日したインドの僧侶ボディセナ、ボダイ、センナの時代から現代に至るまでのインドと日本両国の関係に触れている。この訪問は日本とインドの首相が相互訪問を行うきっかけとなった。さらに2008年10月の来日では内閣総理大臣、 当時のアッソウ太郎との共同声明においてパートナーシップ構想の再確認を行い安全保障協力についての共同宣言を発表した2009年12月に内閣総理大臣当時の鳩山幸夫が訪問した際には安全保障協力を促進するための行動計画を策定した楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください